あの時の王子くん、アントワーヌ・ド・サンテグジュペリ作、大久保優役。21。狐が出てきたのはその時だった。こんにちはと狐が言った。こんにちはと王子くんは丁寧に返事をして振り返ったけど何にもいなかった。ここだよと声が聞こえる。リンゴの木の下。君誰？と王子くんは言った。とっても可愛いね。おいら狐と狐は答えた。こっちに来て一緒に遊ぼうよと王子くんが誘った。僕ひどく切ないんだ。一緒には遊べないと狐は言った。おいら君に名付けられてないもん。あ、ごめんと王子くんは言った。でもじっくり考えてみて、こう付け加えた。名付けるってどういうこと？この辺りの人じゃないね。と、狐が言った。何か探してるの？人を探してる。と、王子くんは言った。名付けるってどういうこと？人。と、狐が言った。あいつら、鉄砲を持って狩りをする。いい迷惑だよ。鶏も飼ってるけど、それだけがあいつらの取り柄なんだ。鶏は探してる？ううん。と、王子くんは言った。友達を探してる。名付けるって、どういうこと？もう誰も忘れちゃったけど、と狐は言う。絆を作るってことだよ。絆を作る？そうなんだ、と狐は言う。おいらにしてみりゃ、君は他の男の子10万人と何の変わりもない。君がいなきゃダメだってこともない。君だって、オイラがいなきゃダメだってことも、多分ない。君にしてみりゃ、オイラは他の狐10万匹と、何の変わりもないから。でも、君がオイラを名付けたら、オイラたちはお互い、相手にいてほしいって、思うようになる。君は、オイラにとって、世界に一人だけになる。オイラも君にとって世界で一匹だけになる。わかってきた。と王子くんは言った。一輪の花があるんだけど、あの子は僕を名付けたんだと思う。かもね。と狐は言った。地球じゃどんなことだって起こるから。え、地球の話じゃないよ。と王子くんは言った。キツネはとっても不思議がった。違う星の話？うん。その星、カリウドはいる？いない。いいね。ニワトリは？いない。そう、うまくはいかないか。と、キツネはため息をついた。さて、キツネは元の話に戻って、オイラの毎日、いつも同じことの繰り返し。オイラはニワトリを追いかけ、人はオイラを追いかける。ニワトリはどれもみんな同じだし、人だって
誰もみんな同じ。だから、おいらちょっとうんざりしてる。でも、君がおいらを懐けるんなら、おいらの毎日は光が溢れたみたいになる。おいらは、ある足音を他のどんな奴とも聞き分けられるようになる。他の音なら、おいら穴蔵の中に隠れるけど、君の音だったら、生やされたみたいに穴蔵から飛んで出ていく。それから、ほら、あの向こうの小麦畑、見える？おいらはパンを食べないから、小麦ってどうでもいいものなんだ。小麦畑を見ても、何にも感じない。それってなんか切ない。でも、君の髪の毛って、黄金色。だから、小麦畑は、すっごくいいものに変わるんだ。君がおいらを懐けたら、だけど。小麦は黄金色だから、おいらは君のことを思い出すよ。そうやって、おいらは小麦に囲まれて、風の音をよく聞くようになる。狐はだんまりして、王子くんをじっと見つめて、お願い、おいらを懐けておくれ、と言った。喜んで、と王子くんは返事をした。でも、あんまり時間がないんだ。友達を見つけて、たくさんのことを知らなきゃなんない。自分の懐けたものしかわからないよ、と狐は言った。人は暇が全然ないから、何にもわからない。物売りのところで出来上がったものだけを買うんだ。でも、友達を売るやつなんてどこにもいないから、人には友達ってものがちっともいない。友達が欲しいなら、おいらを懐けてくれ。何をすればいいの？と王子くんは言った。気長にやらなきゃいけない。と狐は答える。まずは、おいらからちょっと離れたところに座る。例えば、その草むらにね。おいらは君を横目で見て、君は何も喋らない。言葉はすれ違いのもとなんだ。でも、一日一日、ちょっとずつそばに座ってもいいようになる。あくる日、王子くんはまたやってきた。同じ時間に来た方がいいよ、と狐は言った。そうだね。君が午後の四時に来るなら、三時にはもうおいらウキウキしてくる。それから時間がどんどん進むと、ますますウキウキしてるおいらがいて、四時になる頃には、ただもうそわそわドキドキ。そうやって、おいらは幸せをかみしめるんだ。でも、でたらめな時間に来るなら、いつ心をおめかししていいんだか、わからない。決まりごとがいるんだよ。決まりごとって何？何と、王子くんは言った。これも誰も忘れちゃったけど、キツネは言う。一日を他の一日と、一時間を他の一時間と、別のものにしてしまうもののことなんだ。例えば、オイラを狙う狩人にも決まり事がある。あいつら、木曜は村の娘とダンスをするんだ。だから、木曜はすっごくいい日。おいらは
ぶどう畑までぶらぶら歩いていく。もし、カリウドが時間を決めずにダンスしてたら、どの日もみんな同じようになって、オイラの心休まる日が少しもなくなる。こんな風にして、王子くんは狐を名付けた。そして、そろそろ行かなきゃならなくなった。はぁ、と狐は言った。涙が出ちゃう。君のせいだよ、と王子くんは言った。僕は辛いのは絶対嫌なんだ。でも、君は僕に名付けて欲しかったんでしょ？そうだよ、と狐は言った。でも、今にも泣きそうじゃないか、と王子くんは言った。そうだよ、と狐は言った。じゃあ、君には何のいいこともないじゃない。いいことはあったよ、と狐は言った。小麦の色のおかげで。それから、こう続けた。バラの庭に行ってみなよ。君の花が世界に一つだけってことがわかるはず。オイラにさよならを言いに戻ってきたら、秘密を一つ教えてあげる。王子くんはまたバラの庭に行った。君たちは僕のバラとはちっとも似ていない。君たちはまだ何でもない。と、その子はたくさんのバラに行った。誰も君たちを名付けてないし、君たちも誰一人名付けていない。君たちは出会った時の僕の狐と同じ。あの子は他の狐10万匹と何の変わりもなかった。でも僕があの子を友達にしたから、もう今ではあの子は世界にただ一匹だけ。すると、たくさんのバラは罰が悪そうにした。君たちは綺麗だけど空っぽだ。その子は続ける。君たちのために死ぬことなんてできない。もちろん、僕の花だって、普通に通りすがった人から見れば、君たちと同じなんだと思う。でも、あの子はいるだけで、君たち全部よりも大事なんだ。だって、僕が水をやったのは、あの子。だって、僕がガラスの覆いに入れたのはあの子。だって僕がついたてで守ったのはあの子。だって僕が毛虫を潰してやったのも2、3匹蝶々にするために残したけどあの子。だって僕が文句とか自慢とかたまにだんまりだって聞いてやったのはあの子なんだ。だって、あの子は僕のバラなんだもん。それから、その子は狐のところへ戻ってきた。さようなら、と、その子が言うと。さようなら、と、狐が言った。オイラの秘密だけど、すっごく簡単なことなんだ。心でなくちゃよく見えない。物の中身は目では見えないってこと。物の中身は目では見えない。と王子くんはもう一度繰り返した。忘れないように。バラのためになくした時間が君のバラをそんなにも大事なものにしたんだ。バラのためになくした時間。と王子くんは言った。
忘れないように。人は本当のことを忘れてしまったと狐は言った。でも君は忘れちゃいけない。君は自分の名付けたものにいつでも何かを返さなくちゃいけない。君は君のバラに何かを返すんだ。僕は僕のバラに何かを返す。と王子くんはもう一度繰り返した。忘れないように。